こんにちは、佐藤ささらです。鈴木つづみです。はい、もう10月は終わってしまったのね。どうしたの、つづみちゃん。ため息なんかついて。2022年の10月は、鉄道開業150年だったのよ。それなのに、旅行に行けなかった。そういう時もあるよ。開業150年はもう二度と来ないわ。惑星食と月食が重なるのは322年後になるけど。荒れてるな。322年後だって私たち生きてないでしょ。嫌なことは秋風に一緒に飛ばしてもらうといいよ。秋風、そうか、風の道。風の道をいつか行ってみたいと思っていたのよ。ロマンチックな響きね。どんなところなんだろう。私もついて行きたい。そうと決まれば明日出かけるわよ。東京駅に集合ね。わかった。で、その結果が。岡山駅よ。東海道、山陽新幹線には久しぶりに乗ったわ。こんな遠くまで来るとは。つづみちゃんの行動力には脱帽だね。岡山駅はまるで鉄道博物館ね。こんなのとか、こんなのとか、こんなのもいる。ねえ、つづみちゃん、風の道ってどこにあるの？ここから近いの？このマリンライナーに乗って風の道へ向かうわ。高松行きってことは四国に行くってこと？瀬戸大橋を渡れるんだね。いや、その手前で降りるわ。ここは小島駅。 JR 西日本と JR 四国の境界線の駅ね。この駅の近くに風の道があるのよ。観光案内所で自転車を借りましょう。私は電動で。あら、つづみちゃん、自転車は自力で漕ぐものだよ。でも電動があるなら電動の方が。ケッタクイーン、ささら様を舐めてもらっちゃいけねえよ。ケッタ、自転車のことよ。名古屋ではそういうの。まあ、ささらちゃんがいいと言うなら。わあ、何これ、風にたなびくジーンズってことで風の道ってことかな。小島はジーンズの町なのよ。江戸時代から繊維業が盛んで、染め、織り、縫製、すべてが整っていたから、もともと下地があったの。1965年に初めて国産ジーンズを作ったことから、ジーンズ発祥の地として知られるの。ジーンズストリートという街並みもあるんですって。ジーンズはあまり履かないけど、そういうおしゃれにチャレンジするのもいいかも。じゃあ、そのストリートに向かいましょう。今回は風の道へ行くのよ。だからそちらはお預けね。仕方ないか。駅って書いてあるけど。そう、駅。へえ。中に入ってみましょう。遊園地の廃墟というか、倉庫の跡というか、不思議な場所。ここは下津電鉄という、昔営業していた鉄道の駅だったの。見て、タブレットの機器がある。え、どこにもタブレット端末なんてないじゃない。そのタブレットじゃないわ。タブレットといえば、タブレット閉塞のことに決まっているでしょ。タブレットというのはそもそも電車が衝突しないために。ストップ。で、本題の風の道というのは？風の道は、その下津電鉄の廃線跡なの。廃線ってまた、例によって例のごとく、鉄分の濃いところって認識で合ってる？鉄道趣味の一つに、廃線跡を訪ねるというのがあるの。ここは全線にわたって、廃線跡がサイクリングロードになっているから、初心者向きなのよ。すでにさっきからの説明が、初心者向きとはとても思えないんですけど。さあ出発よ。ケッタクイーンのお手並みを拝見するわ。
ロマンチックな響きに惹かれて、ついてきた私の前に、またとんでもない罠が。つづみちゃんが元気になったのはいいけど、敗戦後というまたディープなゾーンに巻き込まれることになった私。どんな風景が襲いかかってくるのだろう。次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。